さあミーツレーサークラスデイメインスタートしまーす。マジでオドラッチ。そういう意味の。オドラッチスタート。なんで？小堀選手大会からいきなりこのヒートトップ。やはりこれは勝ち上がりポイントを狙っていたのか。いやさあ2番手がなっか。狙ってるよ。やってるぞ。今日のだし。今日の。さあ今日の。さあ、小野田氏は何を言っているんでしょう。車が全く走っていません。アンダーでは幕は、なんかおかしいよ。なんかおかしいんじゃない。明らかに左右でもなんか違うし。早く降りて、早く降りて。さあ、残り3分。さあ、2番手に強制に上がってきた。さあ、小森さん、どんどん安打になってきております。あ、ほんと曲がらなくなってきた。さあ、ここで強制に。ナック、頑張れ。ナック、頑張れ。頑張れ、頑張れ。さあ、ね、ついに小森さん、ナックに疲れ始めております。ナック、練習を思い出してずっとそのままついてる。うぅ、落ち着け、落ち着け。ナック、頑張れ。お友達はサポートできる状態ではない。大森さんは曲がんねえんだ。さあ時間の方はまだ2分以上残っております。まだ逃げちゃうんだ。ゆっくりでいいんだ。普通に真ん中走ってら追いつくよ。なんか変だよ、お前引っかかってるんだ。なんだからさ、あ、取った。それもリアタイヤが取れました。お友達はピックアップで走っております。どうだお友達、走れる。走る走る。やっぱボディ当たってるんか。さあお友達の Z ホットロック仕様が。ターゲットが気持ちいいになっております。さあ残り1分を切りました。かなりスノーボーにこけました。残り45秒。このまま川野選手、ナックンが立ち上がるのか。あ、おばちゃんもナックンに襲いかかろうとしている。悪いやつないな。ほんと悪いやつ。ほんと悪いです。やら。さあ、残り15秒。さあ、ナックンは小田ちを殺すことができるのか。ナックン、1回くらい仕返しした方がいいぞ。あ、見つかった。さあ、ナックンが小田ちに仕返ししたところでさ、これは誰もゴールしておりません。さあ、これ今日がゴール、ナックンゴール。そしてオノダッチが全車ゴールとします。小森さんはリタイアです。